トレドは、スペインカスティーララマンチャ州のムニシピオ。カスティーララマンチャ州の州都であり、トレド県の県都である。マドリードから南に71キロメートルの距離で、タホ川に面する。かつての西ゴー王国の首都であり、中世には、イスラム教、ユダヤ教、キリスト教の文化が交錯した地である。超全体が博物館と言われ、タホ川に囲まれた旧市街は、 世界遺産に登録されている。また、ルネサンス期のスペインを代表するギリシア人画家のエルグレコが活躍した街としても有名。金銀細工の伝統工芸品、ダマスキナードがある。戦士時代から人が住んでおり、ローマの領地となってからはトレトゥムと呼ばれた。西豪島国がイベリア半島を支配した後、560年にアタナヒルド王によって首都とされた。 トレドでは400年に第1回トレド教会会議が開かれていたが、西ゴート時代にもたびたび教会会議が開かれた。これによりトレド主教座の権威が高まり、イベリア半島全体の主座大主教座となった。711年、ウマイヤ朝の指揮官、ターリクブンジヤードによって征服され、イスラム支配下に入った。1031年にあとウマイヤ朝が崩壊すると、 大破諸国の一つ、トレド王国の領域となった。1085年、カスティーラ王国による長期の包囲の後トレドは降伏し、アルフォンソ6世は5月26日にトレドに入場した。1086年10月23日にサグラハスの戦いで、ラービト町のユースフイブンターシュフィームが率いるイスラム軍の救援部隊の前に、アルフォンソ6世は敗走したものの、 カスティーリャは村ービト町の攻撃からトレドを守り抜いたため、トレド征服はレコンキスタの節目の一つとなっている。エルグレコによるトレドの情景12世紀から13世紀、トレド翻訳学派と呼ばれる学者集団が活躍した。イスラム教とユダヤ教とキリスト教との共同作業によって、古代ギリシアローマの哲学、神学、科学の文献がアラビア語から、 ラテン語に翻訳された。この成果が中世西,西ヨーロッパの12世紀ルネサンスに大きな刺激を与えた。とりわけ、トレド出身であるカスティーリア王アルフォンソ10世は翻訳を奨励、アラビア語のラテン語翻訳からカスティーリア語翻訳に移り変わり、後にカスティーリア語が公用語に定着していった。トレド翻訳学派の拠点はアルフォンソ10世の支援で広がり、セビリア、 ムルシアにも翻訳研究の学校が設立された。トレドは鉄製品、特に県の生産で有名となり、現在でもナイフなど鉄器具の製造の中心地である。トレド征服以降、カスティーリ王国やスペイン王国は定まった首都を持たず、トレドは一時的な宮廷の所在地であった。1561年、フェリペ2世がトレドからマドリードに宮廷を移すと、 マドリードが首都として確定し、トレドは緩やかに衰退を始め、現在に至っている。1577年頃、ギリシア人の画家エルグレコがトレドに定住し、1614年に没するまで数々の傑作を残した。19世紀以降に、エルグレコは重要な画家として再発見され、現在ではトレドとエルグレコは結びつけられて語られるようになった。トレドのアルカサルは、 19世紀から20世紀には有名な軍学校として使われた。1936年、スペイン内戦の初期に共和国軍によってフランコ軍の守備隊に対するアルカサル行為戦が行われた。トレド前景トレド大聖堂1986年、トレド大聖堂など旧市街全域が古トトレドとしてユネスコの世界遺産に登録された。現代化を免れ古代ローマから 西郷東国、あと馬や朝、スペイン黄金時代といった2000年期にわたる文明の痕跡を残していること、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教による異文化の混合がムデハル建築に示されていることなどが評価された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。マドリードから中距離高速鉄道和湾が直通しており、 30分で結ばれる。1日約10便。シフレスオフィシャルズでパブレーシアンリザルトンツゲラ、レビチオンデルパドロンミューニセプル A1 デエネロ。イネ、2015年10月15日閲覧。AB、コーポーラスヨンミューニセプル。アユンタミエントデトレド、2015年10月15日、閲覧。明ー世界遺産水辺パイ,インターナショナル、2014年、69ページ。 ISBN 978から4から756245250。トレド文学関係では、ドイツ中世の詩人ボルフラムフォン・エッシェンバッハは、その聖杯騎士物語、パルチバールにおいて、彼の転居とした物語の由来は、トレドで発見されたアラビア語の書物にまで遡ると、記している。ボルフラムフォン・エッシェンバッハ、パルチバール育文道1974年。 ISBN4-261071185 改訂第五冊1998年242ページ上453施設詩は P130P131P139P140 ドイツ中世の詩人ボルフラム・フォン・エッシェンバッハはその聖杯騎士物語パルチバールにおいて 主人公と一気打ちをする騎士の盾は彼のためにトレードで製作され、その金属部分は特に頑丈に作ってあったと記している。ボルフラムフォンエッシェンバハ、パルチバールイクブンド堂1974年、ISBN4-261071185。改訂第五冊1998年、136ページ下、261、施設。 パブロスヨネスデエチョデスで1900アスタ1991シフレスオフィシアルズデロースセンソスリスペクティボースシフレスオフィシアルズデパブレーシアンリザルトンツゲラレビチオンデルパドロンミューニセプル A1 でエネロ P42 記載ありスペイントレドスペイン政府観光局建築を命じたタベラスキキ教 P22 記載ありスペイントレドスペイン政府観光局 ローマ市に残る大劇場と並び称されていた。ありがとうございます。